ニューストピックスです石川県内で高齢者を狙った特殊詐欺被害が相次いだことを受け金沢東警察署が電話の内容を自動で記録する機器の貸し出しに力を入れています通話の直前に流れる音声警告による水際対策のほか被害に遭った場合には記録音声が捜査に役立ちます今回はこの話題について 社会部の村井記者に伺います村井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてこの機器はどのようなものなんでしょうかはい。この通話録音警告機器は県内すべての警察署で無料で貸し出しています、はい、通信線と固定電話の間に取り付けると通話内容を自動で録音します着信音の前にこの電話は特殊詐欺被害防止のために録音していますという音声が流れる仕組みです、うん 県内でも特殊詐欺の被害が増えているんでしょうか。はい。石川県内では今年一から十一月に二十五件の被害が確認されました。被害総額は二千五百六十二万円となっています。十一、はい、月下旬からは詐欺グループが事前に電話をかけてメンバーが金融機関や警察官を語って自宅を訪れキャッシュカードなどを騙し取る訪問型の手口が相次いで発生しています。全国的に新型コロナの感染が落ち着く中。 北陸新幹線など交通アクセスの良い北陸を狙っている可能性もありますそういった中で録音機は役に立ちそうですねはい、えー、そうですね、えー、金沢東署では、えー、貸し出し希望者を募るために録音機の見本を用途を説明する置物と一緒に窓口に置いています、えー、窓口では特殊詐欺からあなたを守ると PR しています、えー、金沢東署管内では現在34台が 貸しされているそうです、はい、利用者は60から90代の高齢者でこれまでに被害があった世帯や特殊詐欺と思われる電話がかかってきた人一人暮らしの親を心配した子どもがいらしたケースが多いとのことです、うん、設置するとどういった効果があるんでしょうかはい。金沢東署によりますと署員がこれまでに危機を回収したところ300件の着信のうち200件が音声警告を聞いて電話を切ったことが分かりました、はい、特殊詐欺だけでなくてセールスなど迷惑電話が減少 した効果もあったそうです、うん、危機によってこう大切な財産を守ることができそうですね、はいえー、そうですね、えー、コロナ禍で昨年から自宅で過ごす機会が増えています、えー、詐欺グループが家にいる高齢者を狙って手当たり次第で電,電話をしていることも考えられます、えー、また近年は金融機関やコンビニといったと場所の水際対策が浸透していて詐欺グループが自宅を訪問してカードカードを騙し取る手口が狙っているということです、はい、もし疑わしいことがあったら、はい、相談することが ね、そうですねはいわ、はい、かりました今回は社会部の村屋記者に聞きました村屋さんありがとうございましたありがとうございました